戦前から民衆に楽しまれ、今や国民的スポーツとなったプロ野球。その野球の花形ポジションであるピッチャー。あなたの考える、いわゆる最強ピッチャーは誰ですか？400勝した金田正一、スタルヒン、ティモンディ、それとも海の向こうの二刀流。あげたらキリがありません。ということで、21世紀を代表するピッチャー10選をいろんな視点から紹介していきたいと思います。まず、この人でしょう。押しも押されぬ、平成の怪物松坂大輔。21世紀最初の沢村賞は松坂。甲子園の決勝戦をノーヒットノーランで締めたのは20世紀の話ですが、平成の怪物は伊達じゃありません。一郎から3三振取った時の、自信から確信に変わった、という言葉が過信でなかったのがこの男のすごいところ。ルーキーイヤーに新人王を取り、最多勝3回、最優秀防御率2回、最多奪三振4回、ベストナイン3回。ゴールデングラブ賞7回も受賞し、なんとこれはパリーグ投手最多記録。ちなみに WBC で日本が優勝した第1回大会、2回大会ともにエースとして出場。いずれも大会 MVP に選出。2006年には17つの勝ち星を挙げ、2007年にはメジャーリーグに挑戦。2007年には15勝、2008年には18勝と好成績を残したものの、しかしその後は低迷。2016年に帰国し、ソフトバンク、中日、現在はライオンズに所属しているが、行方不明となっている。そんなことは置いといて、当時、彼に影響を受けたキッズは多いのではないでしょうか。二人目は、24連勝。これだけでわかるでしょう、田中将大。マー君、神の子、不思議な子です。黄金世代との呼び声高い、坂本勇人、柳田悠岐ら88年生まれを代表する投手。24連勝した2013年は最多勝。最優秀防御率、最高勝率、最優秀選手賞、ベストナイン、ゴールデングラブとタイトルを総なめ。その年の沢村賞の選考はお茶が出る前に10分で終わったとか、沢村賞の基準をすべてクリアしていた金子千尋は候補にすら上がらなかったとか、その年ルーキーイヤーで15勝を挙げた則本貴弘と16勝を挙げた小川康弘は少しかわいそうというか、2013年はとにかく田中将大の年でしたね。あの年、楽天はリーグ優勝して、日本一になったわけですが、2011年の震災後、当時正捕手であった島野、見せましょう、東北の底力をという名スピーチから、ある意味リスターとしてからのことだったので、日本中に感動を呼びましたよね。3人目に紹介する選手は、野球選手を副業と位置づける選手なんですけど、YouTube のチャンネル登録者数が50万人を超えるダルビッシュ有です。あのノムさんも平成ベストナインに選んだ。言わずと知れた日本を代表するピッチャーである。NPB 時代は、最優秀防御率2回、最多奪三振3回、最高勝率1回を獲得し、2012年シーズンからメジャーリーグに挑戦。海を渡ってからも、最多奪三振を1回、トミー・ジョン手術を経て、2020年には最多勝利投手に輝き、日本人メジャーリーガー初となるサイヤング賞の投票では2位となりました。150キロを超える直球と得意とするスライダーに加え、シンカー、カーブ、スプリット、チェンジアップなど多彩な変化球を操る上に、自身の YouTube チャンネルや Twitter でそれらの向上や新球の挑戦などの試行錯誤を公開している。また、NPB や MLB に意見を発信するなど、球界のインフルエンサーとしても存在感を発揮している。4人目は田中将大と同じ楽天からメジャーリーグに挑戦した岩隈久志を紹介したい。近鉄にドラフト1位として入団した岩隈。2004年には15勝をマーク。楽天入団後は度重なる怪我に悩まされ、当時の野村監督にガラスのエースと揶揄されたものの、楽天初代エースとして2008年に21勝、防御率 1.87 という驚異的な成績を残す。その年、チームは5位で65勝なので、3分の1を岩隈が稼いだことになる。2009年には、球団創設から初のクライマックスシリーズ進出にも大きく貢献。2012年からは、メジャーリーグに挑戦。メジャーリーグ通算63勝を挙げ、メジャーリーグで成功を収めた日本人選手の一人となっています。また、2015年には、日本人では野茂英雄以来のノーヒットノーランを達成している。日米通算170勝、2019年に読売ジャイアンツに入団するものの、登板の機会はなく、2020年に引退。現在は特命コーチとして、シアトルマリナーズに復帰している。5人目は、雑草魂、上原浩二だ。高校時代には、控え投手で浪人も経験した苦労人。大阪体育大学を経て、読売ジャイアンツに入団。背番号は、浪人時代の苦労を忘れないようにと、当時の年齢である19を希望。ルーキーイヤーに20勝4敗、沢村賞、
投手3冠と圧倒的なデビューを果たす。翌年は成績を落とすものの、2002年にはリーグトップの17勝をマーク。チーム事情からリリーフも経験。そして2009年には、海を渡った。130キロ中盤から140キロのキレのあるストレートとスプリットで打者を翻弄。2013年には、日本人で初めてワールドシリーズの胴上げ投手となった。また、日本人初の日米通算100勝100ホールド100セーブを達成。野球の世界一を決める、最高峰の大会ワールドベースボールクラシック。優勝した第1回大会、2回大会と続く3回大会に選出され、ピッチャー陣を支えた杉内俊也も推したい。あの松坂世代の一人だ。2002年にダイエーにドラフト3位で指名される。2年目に2桁勝利をマークし、4年目には18勝で最多勝投手に輝いた。腕の振りの割に打者を押し込む直球とスライダー、チェンジアップを武器にパリーグの強打者を手玉に取った。杉内を語る上で、欠かせないのは、やはりダイエー時代のブルガリア事件である。ロッテとの一戦、先発した杉内は2回7失点で KO。 自らのピッチングに納得いかず、怒りに任せて右手で殴打。続いて左手でも殴打した杉内に当時の正捕手城島に、利き手はやめろブルガリアと叫んだことから、ブルガリア事件となった。杉内は両手小指を骨折。球団は800万円の罰金と10日間の謹慎処分を科した。その後、2012年に読売ジャイアンツに FA 権を行使して移籍。その年の交流戦の楽天戦でノーヒットノーランを達成するなど、リーグ優勝、日本一に大きく貢献。その後は怪我に悩まされ、2019年をもって引退。最多勝1回、最優秀防御率1回、最多奪三振3回、最高勝率3回、沢村賞1回、最優秀選手賞1回、ベストナイン1回など、輝かしい成績を残した。そして、その杉内と同じ時期にダイエーに絶対的エースとして君臨した斉藤和巳も欠かせないだろう。1995年ダイエーからドラフト1位で指名を受け入団。6年目まで思うような結果が残せずにいたが、初の開幕投手を務めた2003年には、当時の日本記録である16連勝を記録した。その年20もの勝ち星を重ね、最多勝、最優秀防御率、最高勝率、ベストナイン、沢村賞に輝き、チームのリーグ制覇、日本一に大きく貢献した。また、沢村賞は阪神井川と、最優秀防御率は西武松坂と分け合い、どちらも同時選出は史上初となった。2006年には18勝5敗、防御率 1.75、奪三振205と圧倒的な数字を残し、平成で唯一の投手五冠に輝いた。2007年からは怪我に悩まされ、引退する2013年まで登板がなかった。通算79勝23敗、勝率 1.775、短命ではあったものの、負けないエースとして、チームが勝てればそれでいいという口癖とともに、プロ野球ファンの記憶に深く刻まれた。次に紹介したいのは、今や、巨人軍の絶対的エース、菅野智之。原監督の甥っ子ということもあり、巨人入りを熱望し、日本ハムの入団交渉を断り、1年間、野球浪人を経験。150キロを超える直球と鋭く曲がるスライダー、球界屈指のコントロールを武器にこれまで数々のタイトルを獲得。特に、菅野のスライダーは途中までストレートと同じ軌道で来ると言われ打者は捉えるのが困難である。また、2018年のクライマックスシリーズ、ファーストステップの対ヤクルト戦では、史上初のポストシーズン初のノーヒットノーランを達成している。また、この年、15勝のうち、10完投を記録し、平成最後の沢村賞投手となった。2020年には、大幅なフォーム改良に取り組み、NPB 記録である、開幕投手の13連勝をマーク。また、セリーグ投手の月間 MVP 8回は山本昌、川上健進と並ぶ、最多記録で新記録樹立の可能性は十分にある。また、推定年俸は NPB 史上歴代2位の8億円と言われている。まだ、独身ということもあり、坂本隼人と共に、有料物件として、相手チームからだけでなく、多くの女性からマークされているに違いない。最後に紹介したいのは、やはり、大谷翔平。いや、大谷さん。言うまでもなく、世界のスーパースターだ。多くのプロ野球 OB の意見が割れる中、大谷は二刀流挑戦を決断。栗山監督も彼の意思を汲んで、二刀流で起用し続けた。彼のすごいところを話すときりがないので、2016年に史上初となる、ベストナインを投手と指名打者部門で同時受賞したことを理解してもらえれば、とりあえずのところはいいだろう。もう一つ、彼は日本人最速の165キロのストレートを投げる投手で、先日、メジャーリーグの公式戦でグリーンモンスターを超えたパワーヒッターであり、現在ホームランキングを争っている。もう日本人離れしていることは、お分かりいただけただろうか。彼は今、
自分で引いた線路を自分で突っ走っている。後にも先にも現れない、漫画で描いても、現実味がない、無理があると言われる。そんな選手であるのだ。